ロサリン・サスマン野郎は、アメリカ合衆国の医学研究者で、放射免疫測定技術の開発により、ロジェ・ギルマン、アンドリュー・ウィクター・シャリーと共に1977年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ロサリンは、ニューヨーク市で、サイモン・サスマンとクララ・ジッパーの間に生まれた。ユダヤ系である。彼女は、ワルデン高校に進学し、物理学に興味を持った。 彼女はタイプライターを習得し、コロンビア大学の生科学部長であるルドルフ、ショーエンハイマーの秘書となった。しかし女性に対して財政的な支援をしてくれる大学院がなかったため、彼女は即帰の勉強をして、コロンビア大学の別の生科学者であるマイケル、ハイデルベルガーの秘書となった。彼女は1941年1月に、 ニューヨーク市立大学ハンター校を卒業した。2月中旬、第二次世界大戦が近づき、男性が徴兵されて、ポストに秋ができたため、彼女は、イリノイ大学アーバナシャンペーン校で、物理学の指導助手に採用された。この夏、彼女は、政府の講演で、ニューヨーク大学で行われていた、無料の物理学講座に二度参加していた。イリノイ大学では、 彼女は1917年以来初めての、そして部局の400人のメンバーの中で唯一の女性であった。1943年6月、フェローの学生でラビの息子のアーロニアローと結婚。二人の子供を設けた。1945年に博士号を取得した。卒業後、彼女はブロンクスの病院に勤務し、 放射線医学部門の立ち上げに参加した。そこで彼女は、ソロモンバーソンと共同で、血液中の極少量の物質を検出できる、放射性同位体追跡の技術を開発した。はじめは、糖尿病患者のインスリンレベルを測定するのに、使われたが、後にホルモン、ビタミン、酵素など、これまでは、少量すぎて測定できなかった。 様々な物質の測定に使われるようになった。商業的に大きな可能性があったにもかかわらず、野郎とバーソンは特許を取らなかった。1968年、彼女はマウントサナイ医科大学の教授に採用され、後に同大学のディスティングイッシュとプロフェッサーとなった。ロサリンは1940年に始めて、 ブロンクスで勤めた時に購入したリバーデールの自宅に住んでいた。彼女は2011年3月30日ブロンクスで89歳で死去した。ありがとうございます。